玉川習字教室の玉川雄吾です。はい、今日はですね、日本習字生徒部小学6年生のですね、2月検定課題のですね、行書課題、こちらをですね、書きながら説明をしていきます。行書課題はですね、この太鼓、はい、こちらを書いていくんですが、今月6年生はですね、楷書、行書、どちらかですね、1枚をですね、提出することができます。で、小学6年生はですね、来年中学生になるとですね、行書をですね、学びます。それでですね、最初にその行書についてですね、ちょっとレクチャーをしていきたいと思うんですが、行書はですね、楷書よりも早く書くことができるですね、文字ですので、また読みやすいことからですね、日常的にもよく使われる書体となります。ですので、行書を書くときはこちらのですね、5つのですね、ポイントがあるんですけれども、そちらをですね、まず説明をしていきます。特徴ですね、5つの特徴ですね。1つ目、こちら、天角はですね、やや丸みを帯びるといった書き方です。はい、楷書はですね、天角は角張っているんですけども、行書はですね、全体的に丸みを帯びます。私筆のところ、この折れのところ、はい。そして2つ目は、天角がですね、連続する場合があります。はい、例えばこの方で言いますと、この三髄、2つ以上の天角ですね、連続して書かれてますね。2画目3画目、そしてこの横角から縦角へ この連続、そういったところの特徴があります。3つ目は、天角の形や方向が変化する場合がありますね。はい、例えばこの来るという字は右払いですね。右払いはここ、楷書では払っているのに対してですね、こちらは止めてですね、そして次の文字に向かっていくようなですね、はい、形となっていますね。4つ目はですね、天角が省略される場合があります。この乃木編ですね、乃木編の5画目、5画目が省略されてますね。で、次の角に向かって払うという書き方です。そして最後5つ目、はい、天角のですね、筆順が変わります。例えば草冠は1画2画3画に対して、1画は、はい、縦からこうで、最後3画目は横といったですね、形になります。はい、そういったですね、特徴を捉えてですね、今回のこの太鼓という文字を書いていくんですけれども、この太鼓の太という字ですね、はい、2画目のこの左笑いからこっち3画目に向かって気持ちをつなげて意識してですね、書いていくという書き方をしてください。で、右払いはですね、先ほど止めるということで話をしましたが、ここも止めます。はい、払いませんので注意してください。はい、この4画目から5画目、1、2、3、4画目から5画目、ここがですね、連続して書いています。ですので、そういったところを注意して書くようにしてくださいね。またここ横画の書き始め、はい、ここの点接の折れの部分ですね、そこは丸みを帯びてますので、よく注意してください。はい、それではですね、この行書課題のですね、裏面に赤手本の書き方というのがありますので、最初にですね、そちらをよく読んでからですね、書くようにしてください。またこの裏面をですね、見ながら書いてもいいですので、特徴を捉えて書くようにしましょう。はい、それでは早速書いて説明します。はい、1画目、はい、右上がりでちょっと押せます。で、押さえて2画目、はい、立てて、そしてここ接したらば左にこう横に払って、そして次の角に向かってこうで、だんだん太くします。だんだん太く止めて、そして右にこう軽く止めます。はい、最後4画目はしっかりと太く、1、2、3、はい、タイですね。そして5、右上がり、はい、右上がりで伏せます。で、ちょっとこう向かって2画目向かって払い上げるよ
感じです。で、かけて、そしてここ三角面を買って、こう左にで、三角面を内側に丸みを帯びていきます。ちょっと丸みをつけて、で、角の中を通ってから外にをこう押さえて、右上がりでここ斜めに押さえて続いていけます。連続します。こう、ここも連続します。斜めに押さえて連続します。横に止めます。はい、このようにして書いていきます。気持ちをつなげて書いていく、このようにして書いていきます。気持ちをつなげて書くといったところ、そして右笑いは軽く止める、そして天角の連続、丸みを帯びる、そんなところをですね、注意して書くようにしてください。はい、今日は以上です。